みかんの缶詰ラジオ、のんびりのんびり、こういう時間もいいよね、スペシャル。みなさんこんばんは、夏目みかんです。今回はちょっとね、新しいコーナーを1個作ったので、2本あることばっかり考えてて、オープニングトーク何も考えてなかった。このお休みは特に大きな用事とかもなくて、のんびり過ごせたかなと。本読んだり、なんかね、いろいろ、まあ、ゲームしたり、テレビ見たり、そういう日もあっていいんじゃないかと勝手に思っております。そんな休日でした。では最後まで皆さんお付き合いお願いします。夏目みかんのみかんの缶詰ラジオ。夏目みかんの近況報告、みかん日和。改めまして夏目みかんです。今週の月曜日の今日の料理っていう、あの NHK のテレビ番組をたまたま見てまして、あの、ね、ちょうどね、あれだね、スマスマが始まる前なんだよ。9時台かな、9時台にやってるんですけど、青じそ、大葉とみょうがを使った鶏肉料理みたいなのをやってまして、でそれ見てたら、なんか簡単にね、あのやっぱほら作ってる人はプロだから、なんかさささささって作るから、なんかいかにも簡単に作れそうなね感じに見えるし、美味しそうだったんで、これをじゃあ休みの日に作ろうと考えて、で、あの早速みょうがと大葉と、あと鶏肉、もも肉とか胸肉とか買ってきたんですけど、で、あの唐揚げに、その鶏もも肉の唐揚げの上に、とろろと大葉とみょうがを混ぜたものをかける料理があったんですよ。で、とろろは私好きなんですけど、で、大葉も好き。うん。ただみょうがはそもそもそんなに普段食べないから、好きも嫌いもそんなに分かんない感じで、でも食べたことはあるんで嫌いではないなと、食べられるでしょうと思って、なんかそのとろろにその刻んだみょうがと手でちぎった大葉をこう混ぜて、でちょっとなんかレモン汁とかもう少し入れて、塩もちょっとだけ入れたやつをかけてるんですけど、でね、そのまあみょうがを切ってたわけですよ。そしたらなんかやっぱ香る、ね、みょうがの香りが、うん、あれ、なんかこれどこかで嗅いだことがあると、これはパクチーと思って、なんかそのみょうがを切ってる時とかの、あの香りがパクチーの感じとなんか似てるなと思って、パクチーとその場で比べたわけではないですけど、なんか私の脳がこれはなんか前にも似たようなやつ書いたことあるぞっていう反応して、パクチーじゃんと思って、パクチーを出しダメなんですよね。あらと思って、これちょっとまずい系かなと思って、なので結局ね、食べたそのなんだろう、味は大丈夫というか、食べるのはまだいいんですけど、香りがちょっとやっぱ癖ありますよね、みょうが。そういえばあのね、ちょっと前にあったスマステーションで玉木宏さんがゲストだった時に、みょうが苦手って言ってたなとか思い返しながら、ああこれかーと思って、ね、なんでまあ食べられるけど、そこまで大好きでもないなと、みょうが。なんかさ、パクチーもさ、やっぱりこう克服はしたいわけですよ。なんかほらフォーとかさ乗ってたりするのよ。タイ料理とかさ、なんか食べられるに越したことはないから食べたいけど、まあ、
それこそあのこの前の図書館、身になる図書館でさ、テレビ番組のやつでさ、パクチーは遺伝的なものだみたいな話もあってね、遺伝と嫌いな人はもう食べられないんだっていう、なんかそういう結論だったんで、あーと思ってなんかいつかはね食べられるようになりたいけど、どうかなまあそんな感じで、でもね、うん、あのその料理自体はねすごいさっぱりしてて美味しかったし、あのなんだっけ、他に味噌と味噌醤油みたいな味付けの鶏胸肉とナス炒めたやつも美味しかったです。あと最後にちょっと大葉を散らすんですけど、この大葉がいいアクセントになってて美味しいそう、のんびりしてたとか言いながらも料理は意外にやってました。料理しながらのんびり美味しいもの食べてみたいなそう、そんな感じでした。新コーナー、目指せしゃべりの達人みかんスタジオ。このコーナーはですね、日頃こうラジオでしゃべり、ね、トークをしていますが、さらにさらに上へ上へと高みを目指すべく、しゃべりの達人になるためにこうなんかやろうっていう企画なんかやろうそこがふわっとしてるけども、実は前々からこのラジオを始めるぐらいの時にも言ったかもしれないけども、ラジオドラマとかねをやっぱりやりたいなっていうのはどっかでありまして、ラジオドラマがやりたいっていうか、ラジオドラマみたいにこのしゃべりだけで演技をするっていう方をうまくなりたいなっていうのがなんか漠然とありまして、そんな時あのちょうど金曜日のぴったんこカンカンっていうテレビ番組で、安住アナがねいつもゲストの方と一緒にロケをする番組なんですけど、そこに古舘伊知郎さんがゲストでいらっしゃって、で古舘さんの母校に行って、なんかアナウンサーとかそういうのを目指す学生の前でこうちょっとなんかこういう風に昔はやったよとかそういうのを話してたんですけど、そこで安住アナがですね一つ面白いものを披露してくださいまして、というのもこうやってあの喋る練習に、まあほらアメンボ赤いなああいうえおとかね、ああいう早口言葉やったりするんですけど、あの中でウイロウリっていうのは、まあ大体ね声優の養成所とか俳優の養成所とか大体こう喋りの練習するときに大体ウイロウリっていうのも練習するんですけど、ウイロウリ自体はなんだろう、セールストーク、こうウイロウ役、そのこういう喉にいい薬、こう実はこうやって飲むとほらこういう風に早口言葉がバーって言えるんだよみたいなのをセールストークしているっていう内容をまるっと覚えてテンポよく早く喋るっていう練習をするんですよ。ウイローリってウイローリっていう健康を使ってね、でそれを、1990年代前半とかに古舘伊知郎さんがあの現代版のウイロウリっていうのをオリジナルで原稿を作って披露したことがあったみたいなんですね。それが現代の薬局のドリンク売りとウイロウリじゃなくてドリンク売り、薬局のセールストークみたいな、そういうのをこう披露したらしいんですよ。でそれを見た学生時代の安住がそれを丸暗記したと、で今ここでちょっと披露しますと学生の前で全部披露したんです。そんな面白いことをやっていたその番組をたまたま私は録画したっていうやったと、
まあまあまあ、そのドリンク売りをちょっとね、ここでね、やってみようかなと思うんですよ。練習練習。もうね、原稿なんかないからさ、テレビ聞きながらさ、全部ノートに映し出して、セリフ。でね、まあ、最終的には覚えるんですけど、まだちょっと完璧に覚えてない。大体覚えたんですけど、まだね、見ずに喋ると、その思い出そう思い出そうっていうことばっかりで頭いっちゃって、その、早く言えないんですよね。テンポよく言えないので、まあ、今回は原稿を見て、ちょっと喋ろうと。私はあの、なんて言ったって滑舌が悪いと。昔からいろんな先生に突っ込まれてるわけなんですけど。まあね、ノートに書いたこの2ページ分の原稿を今からちょっと薬局のドリンク売りとしてね、やってみたいと思います。喋りの達人になるための練習ですから。よしよし、行くぞ、よし行くぞ。それでは、薬局のドリンク売り。いらっしゃいませ。夏バテですか？夏バテの場合はですね、もうこういう栄養ドリンクで補給してもらうほかないんですけれどもね。お時間ございますか？あ、ありますか。じゃあ紹介しましょう。こちらからです。一番上の段からご注目ください。まずはこちら、タウリン 1000mg 配合のリポビタン D です。日本三大リンといえば、タウリン、ミポリン、ユーコリン。そのタウリンがなんと 1000mg も入っているという。 1000mg 入っているんだったら、なんで正直に 1g 配合と言えないのか。さあ、その隣はリポビタンデースーパーです。こちらはタウリンが 2000mg 配合されております。さあ、そのお隣は、こちらはウルトラ兄弟と同じです。ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンスーパーと一緒で、リポビタンデースーパー倍の2000円。さあ、そして4つ目はなんだ。塾だファミコンだと忙しい子供たちのために開発されました、カルシウム配合が本当に嬉しいと言われているリポビタンで承認もございます。さあ、ガラリと変わってなんだ。大正製薬でもこちらはなんと、アマゾンの秘薬グイアクラム配合のサモン内服液。内服液というと古臭いネーミングがいかにも薬っぽくていいぞと、中高年に根強い人気を誇っております。さあ、そして今度はなんだ。出た、気血性ドリンクのゼナであります。気血性ドリンク、大気の気、血液の血、精霊の精。こんなすごいものが3つも小さな瓶の中に入っているのは無理があるぞと大評判になっております。まさにドリンク界の自民社会先駆け大予防。胃袋内の壊れ方は大丈夫かと、そんな声も聞こえているところでありますが、さあ、今度はなんだ。大正製薬に対抗いたしまして、中外製薬のグロン酸シリーズであります。中外製薬は最近、大衆薬をライオンに営業上等いたしましたが、懐かしいぞ、ゴジカラ男のグロン酸 DX であります。グロン酸シリーズはタウリンに対抗して、では一体何を配合したのか、なんと、グルクロノラクトン 1000mg 配合。もう、グルクロノラクトンなんてものが配合されてるんだったら、イグアナドンでもデンゼルワシントンでもマーク・アミルトンでもどんどんビールの中に押し込んでもらいたい。ああ、そして出てきた。24時間働いていた頃が懐かしいぞ、リーゲイン。そして、アレナミン V、V&V、大丈夫、エイザイのイベロンゴールド。そして、お待たせいたしました。SSCX の S カップシリーズの比較。S カップシリーズのコーナーが近づいてまいりました。 S カップシリーズのヒエラルキーは比較的簡単になっておりまして、 S カップ、S カップ C 戦、 S カップ E、 S カップキング、そしてリーダーボクサル的な存在はストロングキングとなっております。あ、お客様、マムシが欲しいんだったら、今日のながらんドリンク、そしてマムシと言っちゃ忘れちゃいけないのは、赤虫本舗のマムシゲン X、 こちらはもう3000以上してますからね。あー、コマーシャルが懐かしいぞ、ピップ藤本のダダーン。さあ、そしてお待たせいたしました。ユンケル肯定器のセクションがいよいよ近づいてまいりました。ユンケル肯定器といえば佐藤製薬。佐藤製薬はユンケルシリーズだけで年間なんと300億円の売り上げ。1000円以上のランクの高い栄養ドリンクの世界の中では、ひときわ知っとりがちの表層を呈しているわけです。さあ、ここで皆さんが知っているようで知らないユンケル肯定器800円の作り方から説明いたしましょう。まずは、マムシチンキのマムシの皮を取り除き、マムシを乾燥させ、アルコールで抽出したマムシチンキを中心に、ロイヤルゼリーだ、ビタミン B12 だ、朝鮮人参だなどを加え、そこにまだまだある。硫酸トコフェロール、コンドロイチン、硫酸ナトリウムを混ぜ、辛みが特徴のユンケル肯定器800円、あっと辛みが嫌だなという女性向けのライトな感覚は、ユンケル肯定 L、ユンケルハーバル肯定液、ユンケル肯定ゴールド、ユンケル肯定ロイヤル、ユンケル D、ユンケルグランド、そして最高峰は5種類の動物性生薬と10種類の植物性生薬を配合し、そこにさらにビタミンまで加えた新処方、ユンケルファンティ3000円。ファンティとは中国語で肯定のこと、ズバリ直訳すれば、ユンケル肯定、肯定液、肯定がたどってどうすんだ、お客さん何にしますか。でいダメだ、噛んだ噛むし、やっぱね、
まあこんなもんですよ。レベルレベル。もうちょっとここはね、いらっしゃいませからは編集してないですからね。グッとこらえて噛んだとこ全部流しましたから。こんな感じです。ちなみにこの原稿はテレビからそのまま私が耳コピーで書いたものなので、ちょっと商品名が、要は何だろう、昔のもの、90年代の原稿ですかこれ。今は売られてないものだったりとか、あとなんかナトリウムとか、あれもね、若干ちょっと名前が本当は違うかもしれませんが、まあそこはちょっとそういうもんだと思う。ここ間違ってるよとか、そこはね多めに見てください。噛んだんじゃなくて、私がそう思って喋ってるやつなので。ね、どっかね、真ん中分かんないとこあるんだよね。分かんないからもうカタカナで書いて、よく分かんないけど喋ってるところがあったんだよ。なんだろうって思いながら調べても分からない。はい、新しいコーナー、みかんスタジオでした。夏目みかんのみかんの缶詰ラジオ。エンディングです。で、さっきのコーナーの鳥が。これをね、さっきのを底辺としてもっとうまくね話せるように練習したいと思います。金曜日ぴったんこカンカンもそうですけど、ハリーポッターやってましたね。ハリーポッターの映画、もうね、だいぶ話忘れてるね。なんか見てもなんか見たことあるようなないような、覚えているような覚えていないような。今日もちょっとね、ハリーポッターの本をちょっとだけ読んでました。まだ全然その見た映画のところまで進んでないんですけど、すごいよね。なんであんな面白い話が書けるんだろう。すごい。ミステリーとか見てても、なんでこんな話考えられるんだろうって。ね、すごい。そんなことを思いながら。では、この辺でおしまいです。また来週です。ごきげんよう。